西浦忠し通るは、奈良県奈良市出身のプロ野球選手。宇藤右内。東京ヤクルトスワローズ所属。法政大学時代2013年5月19日、明治神宮野球場にて、大淀町桜川岡小学校の3年から野球を、始め、当主。中学校時代は保守にコンバート。天理高校進学後に、内野手へ転校。1年秋から控え内野手として、 ベンチ入り、3年春、夏の全国大会に出場。高校の1学年後輩に中村翔吾がいた。法政大学に進学後、1年春からベンチ入り、4年春のリーグ戦でベストナイン。同校野球部の3年先輩に、鏡木登、山本翔也、2年先輩に、三上智成、1年先輩に、三島一輝、同級生に、木下拓也。 一学年後輩に、石田県内がいる。リーグ通算62試合に、出場、217打数52安打、打率、246本塁打、35打点。2013年のドラフト会議で東京ヤクルトスワローズから2位指名を受け、入団。背番号は3。2014年、開幕戦の対横浜 DNA ベイスターズ戦で8番遊撃手で、プロ初出場。 初先発。初回の初打席で、大学時代一学年先輩だった、三島一輝から3点本塁打を放つ。開幕戦での新人選手の初打席初級本塁打は、日本プロ野球史上初となる。花々しいデビューを飾ったが、その後は結果を残すことができず、4月下旬に登録を抹消され、シーズン終了まで1軍に上がることはなかった。二軍でも、打率。 217と低打率に終わり、打撃に課題を残したシーズンとなった。同年の周期キャンプ終了後、真中光から徳山武史日、古野正人、荒木隆弘らと共に、一番成長が感じられた、選手の一人に挙げられた。2015年4月28日に、侍ジャパン大学日本代表隊、NPB 選抜の NPB 選抜に選出された、ことが発表された。 しかし6月25日に出場辞退したことが発表された。シーズンでは新加入の大引き刑事の存在もあり、遊撃のレギュラー争いが厳しくなった中、3割近くの打率を残し打撃の成長を証明したが、後半戦は腰痛により離脱し、わずか26試合の出場に止まった。2016年は開幕から1軍入りを果たしたが、 先発出場の機会が与えられながら、結果を残せず、5月中12校は2軍暮らしが続いたが、7月からは、腰痛の不安を抱える帯家に代わって、先発出場の機会が増えた。7月22日の中日ドラゴンズ戦では、ラウル・バルデスから、自身初となる満塁本塁打を打ち勝利に貢献した。 9月28日と9月29日の横浜 DNA ベイスターズ戦では、自身初の2試合連続本塁打を記録している。後半戦からは、レギュラーの座を主中に収め自身最多の72試合に、出場、7月まで2割を下回っていた打率を、255まで伸ばすと共に7本塁打、チーム2位の9盗塁を記録するなど総攻守に、存在感を示した。オフには、 シーズン中に結婚していたことを発表2017年は内野のレギュラー候補として期待され開幕スタメンにも名を連ねたがチームが低迷する中で自身も打率208本塁打なし特戦前年と同じ72試合の出場に止まった2018年はキャンプから広岡博士との遊撃手の定位置争いを繰り広げたが オープン戦で結果を残せず開幕スタメンを逃した。しかし、川端慎吾の離脱や広岡の不振により、遊撃手や三塁手として出場機会を得ると、校長を維持して、スタメンの機会を増やす。川端と帯けの復帰後は不振の広岡に変わり、遊撃手のレギュラーに定着。5月から6月は校長で、一番打者としても、起用された。 9月9日の阪神タイガース戦では2打席連続本塁打を放ち、自身初の2桁本塁打を達成した。甲不調の波が激しく打撃フォームの変更など試行錯誤もあったが、自身初の2桁本塁打、規定打席到達とレギュラー定着を果たすシーズンとなった。2019年は開幕スタメンとはならなかったが、2年連続で、 開幕遊撃手だった広岡が不審に陥ると変わってレギュラーに定着する。しかし5月12日の読売ジャイアンツ戦で下半身のコンディション不良を訴え、翌13日に登録抹消となる。その後7月8日に一軍に復帰するも、7月18日の巨人戦で左肘を骨折し、翌十九日に再び登録抹消となった。その後は一軍に戻ることなくシーズンを終え、 44試合の出場に止まった。2020年は練習試合から非常に好調であったが、開幕直前に故障、開幕オーダーに名を連ねることができなかった。それでも6月25日の阪神戦で、藤川球児から逆転さよなら3点本塁打、7月2日の広島戦で二本の同点本塁打を放つなど勝負、強い打撃を序盤より見せた。十二月十一日に、 2020スカパー。ドラマティック、サヨナラ賞の年間大賞を受賞した。2021年は、オープン戦から結果を出し、開幕戦で7番、遊撃手として、スタメンに抜擢された。走行種において、バランスの良い遊撃手安定したスローイングなど堅実な守備面での評価が高い。打撃面では、リストが強く、ツボにはまった時は、力強い打球を飛ばす。 2014年度のファン感謝デーでは、投手や主体効果合戦のコーナーで、三輪の正義、藤井良太と一緒に、スマップのライオンハートを熱唱した。三輪、藤井と無難にこなした後を継いだ、西の浦の独特の音程に、客席からはすぐに、笑い声が上がったが、なかなかの声量で、本人は気持ちよさそうに歌い切った。自己採点はと聞かれると爽やかに、100点だと思いますと、 答えた西の裏にファンからは温かい拍手が送られた。また観客やファンサービスを兼ねて東京温度を披露することもあるがジャイアンリサイタルレベルなのでつば苦労が気絶している。ありがとうございます。